父絞り女、ヨハネス・フェルメール、ミルクメイド日本の父絞り女、竹内慶修が、1913年父絞り女は、近代以前のヨーロッパで父牛から父を絞るために、雇われていた少女もしくは、女性の家事承人のことである。彼女らは牛乳を搾ると同時に、牛乳を使って、クリーム、バター、 チーズなどといった乳製品を作った。かつての大邸宅の多くでは他のいろんな仕事をしているメシ使いに乳搾りをさせるのではなく、専業の乳搾り女を雇っていた。ミルクメイドといっても、ミルクマンの女性版という意味ではなく、仕事の内容はどちらかというと、カウマンに近いものである。乳搾り女のようなすべすべした肌という表現は、 人間の肌が波外れてすべすべな様を意味する。この用語は、父絞り女が牛頭に感染した結果、天然痘に感染したり症状が出たりすることもなく、天然痘の免疫を移すことに由来したものである。それゆえ、天然痘から生き残った人が通常出るハンコンも出ない。この発見は、エドワード・ジェンナーによる最初のワクチンの発明につながった。ありがとうございます。